ダークネスゲーム、シュラです。今回なんですけども、まあ、コメント欄に来てたね、ロケット砲士型のペッカ工場使ってみてください。ということで、やっていこうと思います。はい、マッチングしました。お相手、ボークマさんかな。よろしくお願いします。この手札よくわかんないですけど、まあ、ロイヤルゴーストをちょっと待ってから出せば、こういう時はザップかな。さすがにこれはザップ打ちましょう。そしたらあのヤリゴブはまあ、これは黙っちゃいけないね。これはロイヤルゴーストで、ヤリゴブとナイトをどっちも倒。これナイト倒せんのか？これナイト倒せない気がするが、ウッタまで使ってきたから、工場出すか。これは後ろから工場出して、相手今結構コスト使ったんでね。まあこれで、まあこやつにはね、ロケット砲士を当ててあげれば、多分ノックバックでロケット砲士右行くんですよね。右行け！はい、オッケー。そしたら、今度はもうボムタワーとかにもなるんで、アサシン U ので延命します。やりごぶ読み、くらい。外れましたが、でもロケット砲士ね、やりごぶ今ワンパンしてくれたの分かると思うんですけど、やっぱ、あれですね、小物を倒すのがめちゃくちゃ得意なタイプですね、これは。で、ボルボレも早めにゴースト当ててあげれば、はい、完封と。そしたら、相手がもう完全にディガーボルボレだっていうことは確定したので、早めにペッカ出して、形組みたいんですけど、まあ、早めじゃなくてもいいですね。早めじゃなくてもよくて、とりあえずロケット星をここに当ててあげれば工場が先行して、おっとボムタワーこれはやめろ、ロケ星死ぬな、ウッドまで使われたらさすがに死ねよね。ただまあ今のところヤリゴブとかに強いってのは分かってるんで、マジアチョじゃなくてロケ砲でも全然強いかもしれませんね。まあ強いて言うならヤノアメで死んじゃうことぐらいだと思いますけど、ヤノアメで死ななかったらロケ砲間違いなく最強カードなんでね。まあそれはしょうがないです。で相手右、これウォルブレとか来るかな、でもな、あのヤリゴブ倒して、ナイトにもザップ当てれば、ペッカ2発で倒せよ。倒せてないが、まあいいや、あれはポイズン打って倒そう。そしたら、さすがにこのウォルブレは右はゴーストで止めてあげて、相手ペッカこれ何も避けんねんじゃね、ディガーも出した。ディガーも出しちゃったらね、これさすがに相手コスト使いすぎなんで、まあ両サイド攻めですね。工場というのをどっちも出して、工場入れ、入らない。入らないけど、バーバリアンがめちゃくちゃ入りますね。そしたらあのナイトはロケット砲士だけで、トルネ、トルネもあんのか。まあこれはエレクトロウィザードでとりあえずバシュってやってあげて、めんどくさいですね。めんどくさいけど、ウォルブレは、まあ無視しましょう。時には無視することでね、こうやって2コストを稼ぐことも大切なんですよ。で、右のヤリゴブも無視ですね。はい。鉄火工場っていうのはね、無視が基本みたいなところがありますから、でもあのマジアチはね、無視したらさすがにペッカでダメージ食らっちゃうので、言うので引きつけます。そしたら右のこの、そうですね、右のウォルブレもガン無視ですね。無視が世界を救うんですよ。いや、絶対そんなわけはないけどね。で、これエレクトロウィザードまでつけてあげて、右のロケット砲士には工場つけて延命してあげましょう。そしたらこれ工場がボムタワーを無視する、したね。そしたらマジアチャごとポイズンで倒しいの。お、言うの入った。グッドゲーム。そしたら、2戦目ですね。相手、拾う。絶対違うな。拾うでもねえしな、これ。はい、というわけで、初手10コスト貯まる前に言うのは基本っていうのはね、僕も、他の人も言ってるんで、まあ、初手10コスト貯まる前に手札が言うのあったら、絶対に出しましょう。まあ、これね、安全策なんで。で、相手も、アーチャースケっていうところで嫌な予感、嫌な予感がしかしない。これ相手だ、あれだろ、3.0 クロスとかでしょ。クロスだったらな、ロケット砲士、ナイトまで来てるし、絶対クロスなんだけど、こういう時な、ロケット砲士だとクロスに相手できんのかな。でも、5使わせた時点でアドだからまあいいのか。5じゃない。雪玉クロス、そんなの聞いたことない。工場で延命できなかったし、しかも、相手マジか、あれですね、ホグクエイクですね。クエイクホグか。クエイクホグだったんですけど、さすがにね、それはちょっと甘えっつーが、コスト使いすぎじゃねえかってことで、これ全然言うの入りますよね。で、相手、ウッド雪玉のクエイクなんで、結構スペル多いですね。3スペルですね。そしたら、まあ、クエイクでもウッドでも雪玉でも、まあ、ロケットアーチャー、まあ、ロケット砲士は倒せないんで、だいぶ有利かもしれませんね。とりあえず来るであろうホグライダーを警戒してれば、まあ、何も怖いことはないかな、と感じなんですけど、ホグ来ないんで、あ、来た。そしたらペッカ出してあげれば、これもペッカだけで倒せるかな。雪玉で遅延されたらそりゃ倒せないよ。で、相手建物とかあったっけな、ない気がしたんで、これ後ろつけてもいいんですけど、さすがにポイズンだけにしとくか、ポイズンだけにして、で、相手スケルトンまで使って防衛どうすんだ、防衛、ナイトだったら、
U のプラスペッカ2発で倒せる。ウッドまで使った。そしたら U のが突進する。はい、オッケー。これがコスト管理ってやつですね。あー、ペッカ一撃入んない。でも相手そこに雪玉また2コストまで使っちゃったら結構こっちがエリアドもダメアドも取ってますけど。そしたら今度はどうしようかな。後ろから工場でいいかな。うん。そしたら、何かな、何来るかな。はい、そうっすね。そしたらエレビスとゴーストだけで守って、クエイクまで撃たれるけど、これ、ホグ入るか。はい、入ったね。で、相手ボムタワーはあるけど、あったところでな気すんな。で、エリアド取ってるな、つう時は後ろから、基本的にはタワーダメージを食らってる方にですね、食らってる方に後ろからペッカ出してあげると、まあ、いい感じになります。そしたら、ユーノが左攻めてくれるんで、右ロケット方式でスケルトン警戒とかしておきますか。左のアーチャーとかもね、全然倒してくれるんで、ボムタワーさっき使った。で、ゴーストとエレビズでこれ守って、で、いけ。エレビズ、アーチャー倒せ、アーチャー倒、おっと、右はもういつの間にか倒してたんですけど、ボムタワーをね、ロケット方式が永遠に狙う。そしたら暗い、2連ペッカ。2連ペッカして、さすがにこの時間じゃ逆転はできないでしょ。はい、ロケット方針までつけて、3、2、1。はい、グッドゲーム。それではラストバトルへ行きますか。相手、ウッシーさん、上野ヒロト、上野ヒロト、うん、よくわからないクラン名ですけど。まあ、あれですね、タワースキン持ってるってことは課金してるってことが 100% なので、無課金代表である僕が徹底的に倒さないといけないってことですよね。そしたらバーバリアンの小屋から出てくるバーバリアンにはロケ砲出すんですけど、邪魔だなあいつ。邪魔なんでザップで消しましょう。そしたら、うん、オッケーオッケー。建物にもね入ったし、やっぱロケット砲士こういうところでね延命できる。あとこれはエレビズで守ってあげよう。じゃないと一発に扱える。オッケー。でそしたら相手バーバリアンの小屋もこれ特にないんじゃね。ペッカつけてあげれば、うん、ホバリングにババグやったことはこれあれか、親衛隊ロイホグか。親衛隊、あ、やっぱ親衛隊来た。親衛隊来たけど、もう建物ババ小屋ないから、これ工場が入る、入る、入れ。よし、オッケー。ザッピーまであったっけ。まあ、とりあえず、ああいう感じにね、群れがたくさん来たっていうのは、ロケット方式出せば多分倒してくれるんすよ。ロケット方式ってマジアチより拡散性とかあるし、群れ系に強いんでね。まあ、これは群れじゃないですけど、ザッピーとかも、うん、そうっすね。こういう感じで倒してくれるっていうのは強いですね。そしたらロケット方式がユーノの方に向かって、まあなんとなく形はいい感じですよと。相手ホバリング使うが、これはキングタワー、あ、キング起動しちゃいましたね。しちゃったんですけど、まあこれは絶妙なタイミングでザップやってあげれば、はい、ノーダメージです。そしたら、相手そろそろホグ飛ばしてくるかな。ロイヤルホグ。ロイヤルホグのデッキなんで、まあ、ペッカ当ててあげ、相手一向にホグ飛ばしてきませんね。バーバリアンの小屋にはペッカやってあげれば、まあ、いいかなーって気はするんですけど、ここを工場出してみたらどうなんだろう。あのバーバリアンのタワーに、タワーじゃなくてバーバリアンの小屋に反応すんのかな。するかしないかわかんないけど、これバーバリアン出してみたいんで出しましたが、あ、反応しませんね、小屋には。反応しないっすけど、突破できませんでしたね。はい、ということで、これさすがにポイズンとかなんとかやってあげて防衛して、右のあいつはロケット方式でバシュンやってあげれば全員倒せ。おっと、ファイボめんどくせえな、めんどくせえけど、あ、これ左ゴーストいらなかったな、ユーノだけでよかった、右に。そしたら、めんどくせえ、めんどくせえよ、ホバリング。ホバリングほうめんどくさいんですけど、まあ、いい感じにね、こうやってエルイズ出してあげれば倒せないかもしれない。倒せ、倒せ、いけ、よし、オッケー。そしたら、相手、そうだね、こうやっていろいろ出してくるんで、早めにゴーストで倒して、生きろ、オッケー。そしたら、あ、でもファイボ回んの早いな。回んの早いんすけど、バーバリアンが出てくる方にペッカ出してあげて、勝ち目がないんで、ポイズン削りしますか。はい、そしたら、こいつにはさすがにエレビズ出してあげるんすけど、あの建物反応するかな、ロケ砲。あ、さすがにババ出てきたら反応しますね。そしたら、ロケット砲士が無限にね、撃ちまくってくれるはずなんで、右ゴーストで攻めてあげればいいかな。はい、延命。はい、オッケー。ユーノとかね、延命にはちょうどいいんで、とにかくロケット保守は延命しましょう。そしたらね、ファイボで倒されても全然いいです。もう全然いいので、とにかく延命しましょう。言うのとかで。お願いします。今のお願いしますっていうのは、まあ、ロケット保守使ってる人へのメッセージですね。ロケット保守は延命が命です。で、この位置からロケット保守やってあげれば建物さすがに倒せるだろうって思ったんだけど、まあ、単純に工場が入って倒せたから、これは意味ないかな。あ、ホバリングがめんどくせえ。ホバリング本当に強いっすよね。ここはエルビズ出してあげれば、あ、うまい感じにね、このホバリング砲を倒しつつ、はい、そんな感じですよね。で、ゴーストこれ右残ったんで、あ、ザッピーに反応するか。うん。ザッピーに反応するんすけど、
ロケットホース左出して、で、言うのがとにかくバシバシするから、これ、工場はなんだ？あ、延命に使ったのか。そうですね。工場は延命に使っても全然強いんで、はい、延命しましょう。そしたらホバリング邪魔だけど、相手本当にクエイクホグ、クエイク、え、ロイヤルホグだよな、これ。ホグとは思えないほどホグが飛んでこない。もしかしてホグ使わないデッキだと思ってんのかな。まあ、どっちでも相手がどう思うと勝手なんですけど、とりあえずホグ出さないと、このデッキ、え、負けるよ、君。負けちゃうよ、大丈夫。ポイズン削りで死んじゃうよ、君。あ、死んじゃうとか言っちゃいけないね。ちょっと不適切だったね。展開に召されてしまいますよ、あなた。召される前に、ちょっともうちょっとね、安息を求めたらどうすか。豚飛ばすだけですよ。あ、で、はい、バーバリアンの小屋倒しの、右のこれは、ザップやって、そうですね。数発で抑えてあげましょう。そしたら、こいつらもめんどくさいが言うので延命してあげて、鉄火が集団リンチに合ってるんですけど、おっと、ロケット砲士が回避した。そうですよね。ロケット砲士ノックバックあるんで、回避することあるんですけど、普通に強いですよね。そしたら、この相手のめんどくさいやつはね、ロケット砲士が、ロケット砲士強くない？ロケット砲士がなんかめちゃくちゃ活躍してる気するんだけど。お、はい、タイブレイクですね。タイブレイクでグッドゲームと。さすがにこれは勝ったよね。はい、勝ちました。ありがとうございます。はい、ということでいかがだったでしょうか。ペッカ工場ロケット砲士型なんですけど、まあ、ユーノとかゴーストとかでね、延命さえできればめちゃくちゃ強いんじゃないかなとは思いました。まあ、しかし突破力に欠けるので、まあ、端前シュパシュパとかがしたいんだったらやっぱりマジアチャの方がいいかなって気はしますが、まあ、ウルトラレア使わずにね、ノーマルでやりたい無課金とか初心者の方にはロケット砲士でも全然代用効くと思います。